皆さんこんにちは。今回はこの GPU のインターフェースを制作していきます。前回、仮インターフェースとして、ブレッドボードに実装し、VGA 出力回路へとデータ転送していました。ですが、最終的にはもう少し回路が増えますので、4本のデータ信号線と1本の同期信号線だけで、回路を選択し、データを送れるようにします。その仕様を回路にした回路図がこちらです。4ビットのデータ線から、同期信号線が1になった瞬間データとして保存します。データ送信は8回を1サイクルとし、最初にフラグデータ、次に6個のデータ、最後に送信先回路を選択します。フラグデータは送信の開始合図みたいなもので、制御側が間違えて7回や9回で1サイクルを終えても、通信を復帰できるようにするものです。それはこの回路では15に当たります。つまり GPU にデータを送信する場合、必ず最初は15を送る、ということです。その後6回データを送ります。VGA 回路の場合の振り分けは、Y 座標、X 座標、色の順番でそれぞれ8ビットになります。最後に VGA 出力回路の8を送り終了します。例えば X10 の Y20 に赤色をプロットするなら、2進数に直して表記するとこうなります。回路の仕組みはとても単純で、カウンターで今どこのデータが来ているのかの把握と、カウンターが例の場合はこの D フリップフロップにデータが保存され、15以外が保存されている場合はカウンターを止めます。これでフラグデータの検知ですね。それで、フラグデータが来てカウンターが進むと、ここのシフトレジスタにデータが追加されていき、6個はそのままデータとして出力。最後のデータはデコーダによって選択信号となり、そのうちの8の選択信号は VGA 出力回路の書き込み入力へと出力されます。というような回路構成です。では制作の方に移っていきましょう。部品の実装が完了しました。相変わらずわかりづらいので、テープで IC のロジックを書き込みます。では配線もやってしまいましょう。配線も完了し、完成しました。配線はこんな感じ。I/O はこんな感じ。VGA 出力回路との配線も済ませたので、実際に使ってみましょう。テストですので、またAzuiのを使います。実際に後ろにある CPU をつなげるのは、もう少し回路ができてからです。もう少々お待ちください。表示はうまくいってます。ただ、データ転送の速度はあまり速くできませんでした。最速 50kHz でした。前回の回路でやるとこのように、ほぼちらつきが出ない速度が出ます。ですがまあ、CPU の方の速度が最速でも 10kHz なので、問題はないでしょう。ただ、画面のクリアなど、多くのデータ転送が必要なものに支障が出そうなので、次回、長方形の生成回路を作ろうと思います。そんなところで今回はこの辺で、次回もまた、よろしくお願いします。ではまた。